の1回目ちょうど結局作りに行けるか。でしょ。もうちょいバックしてもらって、もしかしたらむくっと起き上がって向かうかもしれないんで、逃げる準備しててくださいね。どこであげたの？昨日どこであげたの？じゃあちょっと待ってね。昨日どこであげたの？世界うまい。はいか。山盛りじゃねえ。皆さん結構大きいですからね、びっくりしないでくださいね。でこの後ね、生徒さん触っていただくことできますので、皆さんお楽しみにお待ちください。体重が480キロほどある動物さんですので、重い体をね一生懸命持ち上げてやってきてくれております。さあ皆さんお席の方座ってくださいね。手を洗っていただいてお客様も皆さん触れ合うことできますのでね、こちらまでお越しください。では登場しました、セイウチの女の子で、欲しい欲しいです、ピコちゃん。ありがとうございます。このね拍手がねピコちゃんの元気になりますので、よろしかったら皆さん拍手いっぱいしてあげてください。では最初にね、ピコちゃん朝ですので、ちょっと皆様に心を温めていただこうかなと思います。ではあるポーズをしますので、ぜひカメラをお持ちのお客様をご準備していただくととても助かります。ではいきますよ、ピコちゃんのセクシーポーズどうですか？何その失笑みたいな拍手は。ありがとうございます。ではスピッツで投げキスのプレゼントでした。はい、あるみたいなのでね、ちょっとそのやりたいことを今日やりたいと思います。ではご準備をお願いいたします。さあ皆さん、右手から登場したのがウスとキネ。さあもうこれで何をするか分かりましたね。もっつきよ、今からピコちゃんが行います。年も明けましたのでね、やっぱ年明けといえばお餅、お餅といえば餅つき、餅つきといえば生打ちのピコちゃん。さあやっていきたいと思います。生打ち会はね5回が限度ですので、5回やらせていただきたいと思います。ではしっかりピコちゃん記念を持って、ではまず一発目です。どうぞ。あら、ちょっと外れちゃいましたけど、ありがとうございます。あ、ね、入った時はね、お願いしますね、拍手。よい。ちょっ。あ、惜しい、惜しい。今お姉さんがね、微調整をしましたけどね。もう一回、もう一回頑張りましょう、ピコちゃん。次は入る。絶対入る。皆さんも応援してあげてください。頑張れ。頑張って。では3発目いきます。頑張ってピコちゃん、朝だからね、朝だからねちょっとねなんかね持ち方が不調みたいですね。やっぱ朝まだピコちゃんも眠いんですかね。
皆さんそんなね真顔で見ないで、もっと笑顔で見てて。笑顔。ではお願いします。はい、ありがとうございます。さあ今入ってね終わりっぽいですけど、あと2回ありますからね。はい、惜しい。ではね、ラストの1回、入っても入らなくてもよかったら拍手お願いいたします。では最後の一発、頑張ってピコちゃん。入ったー、よかったです。これでねお餅もつけました。さあ臼の中のお餅はどうなっているのかというと、こんなに伸びております。ありがとう。お写真撮って綺麗に持ち帰ってみてください。そしてですね、前ピコちゃんがいなくなると寂しくなってしまいますので、本日お友達を呼んでおりますのでご紹介したいと思います。では登場してきてください。かわいいですか。さっきのピコちゃんの登場時より歓声が大きかった気がするんですけども、はい、こちらはケープペンギンという種類のペンギンさんで、お名前キクくんと言います。キクくんともね皆さん触れ合うことができます。白いロープ越しにお背中触れますので、ぜひお背中触ってあげてください。